アペピは古代エジプト第15王朝の第四代ファラオヒクソスの王たちの中では比較的多くの記録が残っている人物で鳥の王名表によれば40年間エジプトを統治した。第15王朝は主にデルタ地帯の東部からパレスティナまでの地域を直轄領として支配し、それ以外の地域は土着の支配者たちに功能の義務を負わせて従属させる形をとっていた。 彼の知性は、このようなヒクソスによるエジプトの支配体制が最も盤石だった時代であったと考えられる。実際、土着のエジプト人による第17王朝が治めていたテーベ周辺の地域でも、ヒクソスによる建築活動の痕跡が見られ、アペピの名を記した印象は遠く、ヌビアでも見つかっている。アペピの知性の半ば頃まで、テーベの王国との関係は、 おおむね良好であった。だが平穏な時代が続いたことで、第17王朝は徐々に力をつけ、アペピの知性の後半には、第15王朝の支配を脅かすようになったと考えられる。第19王朝時代に記録された、説は、アポフィスと世間エンダーの争いによれば、アペピは、テイベのアメン神殿の聖なる池で飼われていたカバの、鳴き声がうるさく、安眠ができないので、 殺すように要求した。このような理不尽な命令に対して、テーベを治める世間エンラーは、アペピの死者を親しく迎え入れ、二んなきこと誓った。この話におけるアペピには、不穏な動きを見せるテーベに対して、アバリスの権威を改めて承認させる意図があったと考えられる。この逸話が史実とは言い難いが、実際、世間エンラーの時代に、第17王朝は、 第15王朝に対して反旗を翻し、異民族支配の打破を大義名分として戦争を開始した。戦いは長く激しいものであったが、第15王朝は第17王朝に対して勝利を収め、世間エンラーを戦死させた。その後継者のカーメスは、ヒクソス領の奥深くまで進行し、一時はアバリスを包囲するに至ったが、その直後に創生した。 カーメスの後を継いだ世間ンエンラーの子ヤフメス一世は幼少だったこともあり、第十五王朝との戦闘は中断された。しかし、カーメスの死期に前後してアペピもまた死去したと思われる。アペピという誕生名に関せられた即位名にはネブケペルラー、アケンエンラー、アウセルラーの三つがある。近年までこれら三つの名前が、アペピという王が複数いたことを示しているのか。 あるいは、第十一王朝のメンチュヘテプ2世が、ホルス名を次々と変更したように、同一のアペピ王が次々と即位名を変えていったもので、あるのかは、よくわかっていなかった。特に、アウセルラーアペピはしばしば、アケンエンラーアペピ1世とは、別人で、その死後に王位を継承したアペピ2世であると仮定されていた。なが現在では、 この二つはどちらも一人の人物が用いた名前で、アペピ王の後継者はカムディという名の王であったとする説が主流となりつつある。ありがとうございます。